どうも、つむつむしみたです。運営さんからね、新つむ情報の新つむのスキルのね、情報が出ました。で、これをね、皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。まずはね、僕何も話さずに流していきます。おお。めっちゃ消すなんて。火星地とか見える？はい、ということで、こんな感じの3体ですね。ライオンキングからスカ、ファンタジアからチェルナボーグ、白雪姫から女王が来てますね。で、まあスキルの方がね、まあね、チェルナボーグが一番強そうだね、これ見ると。チェルナボーグめっちゃ期待できそう。で、まずね、はい、闇夜の魔人チェルナボーグって感じで、少しの間に2種類だけになるよって書いてあるんだけど、まあ、アクアと同じ感じで、ちょっと別の効果がある感じだね。悪霊は繋ぐと炎に変化して、まあ、繋ぐだけでは消えないって感じだね。繋ぐだけでは消えないんだけど、この繋いだ後に、チェルナボーグ巻き込んで消すことによって、すごい消去数が上がるみたいだね。で、今34消去して、お、400コインまで到達して、これ補正ないね。補正なしですね。補正なしだ。やば。やべえ。これ補正なし結構熱いんじゃない？で、見て、運営さん900コインくらい稼いだよね。で、スキルの溜まり具合どうかな？これギリギリ見えないけど、でも結構スキル溜まってるから、チェルノボーグ強いんじゃないの？めっちゃこれ。チェルノボーグめっちゃ期待できそう。これ面白そうだね、めっちゃ。超面白そうなスキル。補正もなしで、これ連発できたらすごい熱いね。僕 iPad 買ったんで最近。ちょっと iPad でさ、ちょっと繋ぎやすくなったから、これいいね。有利だと思う。はい、そして、陰謀の作詞、スカーですね。いや、名前ちょっとね、違ったね。かっこよ。はい、ということで、2段階だね、2段階。2段階で消す感じだけど、まあ、消去数が23消去で、今108コインから、あー、28コインで、待って、28消去で、何コインだったっけ ?108 だから、170コインくらいしか増えてないね。待って、これ、あれだね、補正かかってるね。マイナス2段階か。ちょっとこれはね、またね、あれです。この後多分、運営さんから、新ツムのね、スキル先行プレイ動画が出ると思うんで、その時にね、話そうかなと思います。この、詳しい補正値に関してはね。はい、ということで。まあ、スカーに関しては、まあ、繰り越しできたら、そこそこ強いけど、でも効率的にはあんま良くないかなって感じだね。ホテライン上。憎悪の、なんて読むの？憎悪の、無垢？無垢じゃない。妃？憎悪の妃、女王って。ランダムで積むわけですよってことで。この、やりね、この、リンゴ持ってるからさ、チャームかと思いきや、チャームじゃないんだよ。はい、35消去だね。まあでも、消去数的にはちょっとね、最近のツムだと微妙なんだけど、コインの増え方的にどうかな？補正はね、多分ね、そんな強くないと思う。むしろ補正ないんじゃないかな。補正なければ嬉しいけど、どっちにしろこれ演出長いからさ、もしかしたらそんなに、いや、わかんない。これもしも補正なかったら、まあトランプ兵と同じくらいの、強さになるんじゃないかなと思います。ランダムでツムを消すってことは、もしかしたらね、がっつり繰り越しできるタイプのツムかもしれないしね。意外と強いかもね。はい、ということで。はい、こちらのね、3体。こちらの3体が、10月の新ツム第1弾になります。僕はちょっとね、チェルナボーグめっちゃ期待してるんで、ちょっと、チェルナボーグね、めっちゃ遊んでみようかなと思います。ということで、以上、闇夜の魔人チェルナボーグと、陰謀の作詞スカー、憎悪の妃女王が新つぶしで登場するんで、今日の、夜11時からライブしようと思ってますので、ぜひね、チャンネル登録してお待ちください。それでは皆さん、バイバーイ。